はいどうもコマです。今日もシティーズスカイライン実況を続きやっていきたいと思います。はい、前回娯楽施設をいいだけぶっ立てて、あとは、はい、ロータリー環状交差点を作ったことで、この辺りの渋滞はだいぶ緩和できたんじゃないかなと自負しておりますが、ここら辺とかちょっとまだね来てますけどね。まあ渋滞対策ばっかりやってもちょっとつまんないんでね、他のところもやっていきたいなと思っておりますよ。で今右下の RCI メーター見ると、やっぱ住宅がね欲しいって言われてるので、この辺りに住宅ポコポコ、道もちょっとここは広くなってるんで、道も一個中に通しつつ住宅建てていきましょうか。で本当はちょっとうまくこうしたいけども、高校があるからダメだ。いい感じ？あれ繋がってない。あ、しまった。近すぎるからここ繋がんないか。あー失敗。ちょっと失敗。待って、ストップ。どうしようかな。ちょっといびつだけど、これと、どうしようかな。こっから、こうして、こんな感じ？本当はきっかり90度にこう接続するのが気持ちいいんですけど、あ、しかもこっち繋がってなくないこれ。うん。マジか。これダメなんですか。傾斜が急すぎますってやっぱ言われる。傾斜は敵だね。もういいや、ここにこう。ほれーこれでしょうね。妥協に妥協を重ねる俺の人生。よし、はいはい。であとね、なんか高校、小学校と高校もうね、結構もう定員いっぱいな感じなんだよね。まあゴミが溜まってるのは置いといて、生徒数1000分の997だからやばいよね。ちょっと、高校をぶっ立てましょう。ちょっと、こっちの方に作るか、高校。あ、あれ？あれ？電気足りてない？ちょっと待って、一回高校先に作ろう。いろいろ俺同時進行できない脳みそしてるんで、一回先に、高校を建てましょう。どのあたりがいいかな。ここら辺、この、丘の上の高校。みんな必死にチャリをこいで通ってください。ここで、でーん、作っちゃったー。じゃあ、ちょっとせっかくだから新しい先端技術、石油火力発電所を作ろうか。これを、この辺りに作っとく？まあ、騒音もあるし、土壌汚染もありますと。はい。覚悟はできました。作るか。ドーン。水は来てるね。あとはこっちも水。あ、こっちはゴミか。ゴミって言われてもね。ゴミは、収集車が足りてないのか。ほぼフル稼働で出動してるもんね。じゃあ、もう一個作る？ゴミの埋め立てスペースは足りてるんだけど、ねえ、ちょっと収集車が足りないから、あ、しまった。これって予算をかければもしかして、よかった。一回消そう。買いたい。うん。予算を上げればいいんじゃないかな。な気がしてきたぞ。ゴミ予算を130ぐらいにすると何か変わったりしませんか？収集車の数が増えたりしませんかね。っていうのと、あと小学校も建てたいんですよね、こっち側に。小学校はちょっと小さいから
のあたりも立てれるよ、全然ね、いけるね、はいはい。でーん、ニッコニコ、いいじゃない。うん、で、住宅も欲しいって言われてるんで、住宅もポコポコ生やしましょう。まあとりあえずこの辺りかな。ここも住宅作れるんだよな。川沿いってどうなんだろうね、地価が高いんだろうか。やっぱりわ、ここら辺なんかこまごまに切れてるな、細切れ住宅になっちゃうな、ちょっと嫌だね。台台でベタッと塗るから、ほらほら、あ、気持ちいい、ほら、よし。水道ないでしょ、ないね。水道は曲線とかないんだな、まっすぐが基本。だからここら辺からこんな感じ。電気は大丈夫だね、多分ね。よし、これで時を動き出せ。さあどうですかお客さん、あ、家を建てておくれ。あ、なんか人口減ってるで、ゴミ予算増やしたんだけどどうですかね。あ、ほら19台になってる。あ、でも19台全部フル稼働だ。まだ足りないって言ってる、もしかして。もうちょい増やすか、150ぐらいまでしとく。でちょっと様子、あ、もうフルなんだ、150。これで様子見よう。さて、で工業が今度需要が上がってきたね。でちょっとね、やりたかったことが1個あって、待てよ、トックトックを建てたいんです。天然資源で、石油、鉱物、森林、肥沃な土地っていうのがあって、そのうちこの辺りって、鉱物なんじゃない？これ。違うのかな？ちょっと色が微妙なんだけど、引いてみると、灰色だよね、多分ね、この辺りね。この辺り。ここら辺多分鉱物が埋まってると思うので、ここら辺にちょっと、と作りたいんですよね。工業特区ってやつかな。うん、ちょっと作っていこうかな。工業特区これです。これをちょっとかな、違うや、先にこれだっけ、作成しなきゃいけないんだ。場所忘れたぞ。だいたいここら辺だっけ？ちょ、もう一回。待って。結構、橋ギリギリなんだよな。この辺りかな。今、この画面のど真ん中にある、この辺り作ろうか。この辺り。この辺り。ベルモントヒルズ。いや、ちょっと変えよう、名前。名前変えれないね、これ。あ、名前変えれるじゃん。名前変えろ。ちょっともっと、世紀末シティ Z っぽい感じの名前にしよう。名前は断末魔ヒルズにしましょう。よし。断末魔が、いつも聞こえる、響く、この丘で、鉱物を、作っていきましょう。で、これで原料をね、作ると、それで結構、収入がウハウハらしいので、工業特区。はい。断末魔ヒルズは工業特区にします。おお。このマーク、これ、何なんだろう。今一番左に工業特区にしたらついたので、あれ工業特区マークでしょ。真ん中はリサイクルマークかね。右側は何だ？森林地帯ってこと？なのかな？うん。アイコンの解説もちょっと欲しいところだけどね。なんか見ればわかるの？どっか載ってるのかね。はい。じゃあ、ちょっとここに、道を作って、はい。こうやって、こうすればいいかな。
ょっと狭いか、工業特区。もうちょっと広くするか。この辺りまで工業特区にしましょう。うん。で、水を通してあげて、電気も通してあげれば、はい、出来上がり。感じでどうすかね。さあ出来上がってくんねい。お、立ってきたよ。さあ鉱物をどんどん作ってくれ。そして金をくれ。さあどれどれ、何ができた。ウラン。お、ウランだよ、ウラン。やべえ。核だ、核。ウラン。核処理施設を作ったりするんじゃないの。やばい。カッパーカンパニー。カッパーだから、どう？ジンクプロダクション。ああ、なんかでもそれっぽいのでやっぱりできるね。おお、すげえじゃん。アイロンフォージ。スティールワークス。おお、もう、鉄。鉱物ですね。あれビーチスクエアとかなってるけど、あれなんで分断、分断されたってこと。これ断末魔ヒルズをつなげたつもりでいたんだけど、別になっちゃってるのこれ。くっつけるってできないのかな。あ、断末魔ヒルズ狭くなった。あ、こういうことか。こうすればいいのか。消えろビーチスクエア。よし、断末魔ヒルズでかくなった。断末魔が響き渡るぜ。はい、あ、人数も着々と増えてますね。いいんじゃないですかね。うん、なかなかいい感じだと思うよ。ここら辺に家ができないのがちょっと気になるな。もっといっぱいできるかと思ったけど、道が悪いか？真ん中あたりからここにまた道通した方がいいかな。どのあたりかな。このあたりに一本道通してあげるか？真ん中？まっすぐなってる？微妙斜めってるけど、まあ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 いいや。よし。で、あとなんだっけな、なんかしようと思ったんだよな。思い出した。なに、もう採掘はごめんだ。早すぎない？工業が環境に与える影響について考えたことあるか？いやいやいや。お金ですよ、お金。金が全てだよ。市長になって汚れちまったよ俺は。バス路線を作りたいんですよ。こっちのあの川渡ったこっち側ってバス路線ないんで、今ねバスね、2路線しかうち走ってない。この青い路線、これが住宅街を通って工業地区を回ってるところと、あとはこのちょっと見づらいけどピンク、薄ピンクの路線、これね、これが、商業地区を回って、こちらの住宅街、通ってる。で、こっち側もだよね。こっち側もちょっとバス路線作りたいんだけど、作りましょうか。この辺りかな。この辺りがちょっと作ろう。はい。じゃあ、バス路線作成タイム、スタート。よし、これで繋がりましたよ。はい。うん。こちらの川向こうの住宅街からざーっと橋を渡って、
商業地区を抜けた上で産業地区でロータリーを通って帰ってきますと。はい、こんなんで作ってみました。バスの数って足りてんのかな。バスの数は多分車庫に依存するんだよね。ああ、15台、予算ちょっと増やすといいのかな。バス分かってるね、お金。昼夜とも 130%。 ちなみに2000かかってるから何、景観、あ、公園か。で、教育、学校ね、消防、一番かかってるのは電力か。あれ、なんで、よいしょ、なんで稼働停止してたの。はい、さあこれでバスもここを巡って渋滞が減るといいんだけどな。さあ、じゃあ渋滞を見てみましょうか。渋滞はどうかな。ああ、渋滞してるね。こっちは全然大丈夫だね。うん、この渋滞、ここひどいな。ここは、なんで混んでるかというと、右左折が多いな、ここな。右左折多いね。どうしたもんかな。あと人も結構通ってるから、ここにも歩道橋作るか。すげえ歩道橋長くする。うん、やろう。ここから打ち抜き、この辺りまでデーンで下ろす、下ろす、あれ下ろせない、下ろす。ああ、公園、公園邪魔。マジか、下ろせない。公園ちょっと移転ですね、これ。公園移転しましょう。公園移転、こんな簡単に移転できるってすごいわ。まあ隣、この辺りに、この辺りに移転すればいいんじゃないですか。1個隣に移転しました。で、よいしょ、から こうかな。お、あ、間違った。なになに、ちょっと待って、違う、こうかなじゃない俺。お、鹿道も作れんのか。鹿道、鹿道、あ、あ、鹿道いいな。ちょっと待って、トラピ一回壊すけど、鹿道ちょっと心を動くものが、惹かれるものがあるね。うん、いいんじゃないですか。はい、地下道地下道を作りたいな。この辺り地下道とかちょっといいんじゃないですか。どうですかね、地下道ね。こっからこう来て、この辺り、この辺りまで地下道をこう通すと素敵やん。おお、地下地下地下。でもこれ壊さなきゃいけないの。もっと深いと大丈夫とかない。ない、あまり地下意味ないよね。え、ちょっと入り口とりあえず作る。傾斜が急すぎます。この辺りまでギャーン。おお、潜った潜った。
あ、そうだよね。やっぱ一回潜れば、あとは大丈夫だよね。エレベーターとか作りたいよね。夢がある。まあ、でも地上に、よく考えたら、歩くところが歩道があるのに、わざわざ地下に潜ってまっすぐ同じ歩道に並行して歩く人はいないよね。ここ渡る部分作らなきゃ意味がないか。じゃあ、こっから、こっち渡ろうか。ここら辺まで、ちょっと地下で、ここから、登る。はい。ん？はい。あれ？ダメ？まだダメ？まだダメか。鹿、難しいな。鹿って難しいですね。ここから、もう一個ぐらい伸ばさなきゃダメかな。ここからこう上に。あー、ダメか、やっぱり。ここまで来なきゃダメか。で、こっから、ああ、これでやっといけるのか。家壊しちゃうけど、いいや。どうだ？なんか、想像してたのとちょっと違うな。格好良くはないよね。まあ、いっか。はい。さて、渋滞はどうかな？人が上を通ってくれればと思ったんだけど、やっぱり交差点の右左折で結構、ねえ、渋滞になるんだね。ここ、混んでるよ。おっと？これはなんで混んでるかというと、ここの道から来てんのか。わーお。混むんだね、ここね。このトラックはどこ行ってる？あー、外に出て行ってるね。外に行きたいの。そう。ここ使ってくれて構わないぜ。ここ使わない？ここの道からぶち抜きでこうガーンって繋げたらどうだろう。ちょっとやってみようかな。いろいろね、実験してみたいよね。ここからさ、ここ。どうなんでしょうね。あ、なんかせっかくだから、あれだな。曲線で綺麗に繋げたいな。いや違う、先にまずは、まっすぐである程度まで来てから、ここら辺から、曲線で、こんな感じ？うん。いや、まあ。まあ、俺にしては、うん。いいんじゃないかな。あ、しかもこれ一方通行ですよ、よかった。こっから入ってくる人っているのかな？それ全然使わねえな。もっと使ってくれよ。渋滞対策って難しいね。あ、商業。商業地区を欲しがってます。川の向こう側、こちら側に作ってあげようか、商業地区。ん？意外と難しいな。どうしようかな。お、7000人突破する？さあ、もうちょい、おい、いった！ 7000 人。
あと3000人で当初目標の1万人まで行きますね。いいよ。あ、ちょっと日を考えたいな。待ってくれよ。商業地区を作りたいんですが、高速の脇に直接地区は作れないので、どうするのがいいのかというと、普通に高速またいでこっちの南側にも、南西側にも商業地区とか作りたいんですよ。そういう時は陸橋を作ればいいのかな。陸橋とかって作れる？ここからこう、あ、そう、直線にしてこうして、ここから上、はいはいはい、はい、無理かな。あ、じゃあ地下通すか。地下、お、いける、これでいいんじゃないの。ここまではいってやって、から戻す。おお、来た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 。で、ここから感じかな。この辺からこんな感じ。大丈夫これ。すごいノリで作ってるけど。ここだけじゃなくて、ここら辺でこう戻る道も作りたいよね。よし、作ろう。こんな感じかな。はい。で、こっから戻っておいで。よし。で、ここに繋げる。バッチリ。で、あんまり使いすぎると渋滞とかするのかな？と、わかんないけど、まあ、とりあえずは。こっちもそうしたいんだけどな。ここはまあ、とりあえずいいか。うん。ちょっとこんな離れて、申し訳ないですけど、ここに商業地区を作らんとする。増やせよ。ビッグバイト。できるできる。ビッグバイト。ビッグバイト。ビッグバイト多すぎだろ。もうちょっと考えて作れ。これはなんだ。ゴーナッツ、ドーナッツ。お、ドーナッツですよ。いいですね。さあ、ちょっと商業地区ね、離れにできちゃったけど、みんなトンネルくぐって来てください。美味しいよ。なんか適当に公園とか一個作ってやろうか。作ったことないやつがいいな。テニスコートとかいいんじゃない？作ってあげよう。いいんじゃないですか？はい、というところで今日の実況はこの辺でおしまいにしたいと思います。良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。あー、夜明けが美しい。なんか、なんだろうこれ、霧？朝もやかな？綺麗だね。はい、では次回の実況でお会いしましょう。バイバイ！